京都府の北端日本海側に位置する京丹後市久美浜町夏は海水浴客でにぎわい冬はカニやカキなどの新鮮な海の幸を楽しむことができる豊かな自然に囲まれた町です一方人口はおよそ9000人そのうち65歳以上は40%を超え過疎と高齢化に悩まされていますそんな久美浜町で今 密かに話題となっている場所があると言います。最高のロケーションでした。子供の頃に憧れた絵本の世界そのまま。早速向かってみると。おーお。すごい、あ。水がすごい。なんと今話題の場所には陸路ではなく。 久美浜町にある宿のツアーに申し込んでシーカヤックでしかたどり着けないのです。学生時代カヌー部のマネージャーだったという宮古式記者ですが、<laughs> かなり狭いですが、ああやばい。漕ぎ続けること20分、ついに話題のものが見えてきました。あ、すごい、もう。 目の前にツリーハウスが見えてきましたそう日本海を見下ろす場所にある高さおよそ16メートルのツリーハウス螺旋階段や展望台など思わず冒険心をかきたてられる空間が SNS などで話題を呼んでいたのですその人気に火をつけたのが君よ 広瀬アリスさんアイミョンさんが出演し去年放送されたキリンビールの CM 爽やかな緑に囲まれた開放的なこのツリーハウスが商品のイメージにぴったりだったためロケ地に選ばれ CM が放送されてから美しい景色を一目見ようと全国から観光客が海を渡って訪れるようになったのです。 地元でツリーハウスを管理する古橋さんに案内してもらいました。そうですね、公園と。この手すりは。手すりは。キリンが。キリンビールが。つけてくれたんです。はい、C. M. ですか。C. M. 使うのに。ここら辺のデッキやなんかも。この階段も。つけてくれたんです。あキリンさんは。キリン、はい。 すごい秘密基地みたいですねこの秘密基地みたいですねはいはいどうぞああすごいめちゃくちゃ綺麗ですねここからもそうですねどういった理由で選ばれたと思います僕の聞いている範囲では海の近くのツリーハウスっていうのはここしかない ここで CM を取っていた広瀬アリスさんと同じように私もここで飲んでみたいと思います綺麗な景色を見て飲むビール最高ですもともとツリーハウスは2008年に京丹後市が街のシンボルにしようと830万円以上かけて整備したものですしかし人気が頼もつかのま やがて客足は途絶え、潮風の影響などで徐々に劣化が激しくなり、陸側からアクセスできる遊歩道も土砂崩れで通れなくなってしまいました。行政や地元で取り壊しも検討していたところに、CM の話が舞い込み、ビール会社が撮影のため、ツリーの修復費用を出してくれたのです。活性化のシンボルということで立ててくれたんです。それをもう潰すということは。 今、久美浜町では CM で脚光を浴びたことをきっかけにツリーハウスを再び町のシンボルにできないかと考えています,すい子供はもちろん大人の憧れを満たしてくれるツリーハウス実際、全国の自治体などが名物として町おこしに取り組んでいるのです。キャンプ場 作ろうかなとキャンプをしてもらって前の海で泳いでもらったりいろいろとして思い出作りをしてもらうということで計画はしております古橋さんたちは9月から目標額155万円のクラウドファンディングで資金を集めツリーハウスへつながる遊歩道やキャンプ場などを整備しようと計画しました。地元で観光業を営む住民も 期待を寄せています。cm 終わってからはもう電話ものすごいあったんですけど、火薬になったことないんで、とかであの行けない方がたくさんおられたんで、キャンプ場ができることで、あのたくさんの人にツリーハウスのあの良さを知ってほしい。ツリーハウスを再び、街のシンボルに起死改正の一手クラウドファンディングは実ったのでしょうか？ えー、京丹後市久美浜町のツリーハウスです再び地元のシンボルにということでツリーハウスを中心としたキャンプ場の整備計画久美浜町の地元有志がクラウドファンディング目標金額155万円をもう達成したということなのでだからシーカヤックに乗らなくても行けるような、はいはい、りちょっとあれでしか交通手段ないとなるとハ <laughs> ードル高いよね<れ>、えー、で近年人気なのがこの地域活性化でキャンプ場整備ということで最近アウトドアブームってねよく言われて ますけども実際に見てみますと、うん、キャンプ場利用者、近年急増すべての旅行者のうちキャンプ場利用者人の割合です、うん、これ、パーセントなのでだから2000 20 2019年、うん、20年あたりから一気にぐーっと伸びていると。うん だから全旅行者の中の6.5%はキャンプ場を利用している<ー>結構な数だと思いますよ、ですね、これはで、ねでまあ、やっぱりコロナが一つきっかけにはなってるのかな密を避けると、はいうことで、えー、ただです、ね、こんなデータもキャンプ場の数は年々減っていると。 これキャンプ場登録件数なんですけどこれ2013年からのデータなんですけも、年々減っていって2021年まで毎年およそ30件ずつぐらい減少していっているということなんです人気はあるのに需要はあるのになんでと思われるかもしれませんけどももともと1990年代にアウトドアブームがあってその時にキャンプ場っていっぱいできたんですってそれが今やっぱちょっと整備が行き届かなかったり老朽化していたりして、まあ 減っているというのが現状なんだそうです。うん、で、今またその利便性の高い、うん、もっとこう。何て言うか、手軽に楽しめるようなあ。そんなキャンプ場の整備が進んでいるということです。うん、で、こんなものまで登場しました。高級路線のツリーハウスが人気。えー 1>, えー、1泊12万円でツリーハウスに泊まれる、えー、<laughs> 沖縄県名護市ツリーフルツリーハウスこれも,もう見た目が素晴らしくないですかいい、えー、名護市内にあるがあ本当に山のやんばるの森の中と、えー、体験型のリゾートで自然と共存を考えた施設です予約状況はかなり埋まっているんです、ね、あこれ見たらちょっと1回泊まりに行きたいなと思われるかもしれません。<laughs> 最大、ね 6人まで宿泊ができるという,う、えー。今は1棟なんですけども、今後は10棟ほどを目指すということで、いいねえー、今後またまたね利用も増えそうです。えー、久美浜町のツリーハウスとキャンプ場も再整備で人気スポットとなるか、まああのこれ一つのきっかけに、うん、まあ待ちおこしになればいいなということなんですけれども、コマーシャルがきっかけというのはまたなんかご縁と言いますかね。うまくそこに乗っかろうとしているということでございます。うん、完成が楽しみです。